はい、皆様こんにちは。おはようございます。キズキャラです。2020年の4月5日日曜日10時3分です。おはようございます。ドライブの予習、バンタン道の帰り道お伝えいたします。バンタン道から やれよという話なんですけれども、桜が綺麗だったんで、カメラ回してしまいました。ごめんなさい。天気がいいんですけれども、風がむちゃくちゃ強いんですよ今日は。まあ、気温の割に体感温度がすごく低く感じるというか、肌寒いっていうぐらいの風の強さです。これ何番やったかな、県道、おそらくね、兵庫県の県道81番かと思います。前にある看板ちょっとね、まだ肉眼でなかなか天体望遠鏡とかやったらよう見えるかもしれないけど、81ですね、おそらくね。から81号線入りました。もう間もなく1キロほどでバンタン道に入ります。ちょっとなんていう川か分かりませんが、川渡ります。この川沿いの散歩道みたいなところが桜がちらほら咲いててですね、そんなにお花見してる人はいないんですけれども、人来ないし、こんなとこだったらこうコロナ気にしなくても花見ができるかなみたいな感じがしますけど、残り1キロなんですが、ちょっと大型トラックとかは狭く感じますね。電柱埋めてほしいですよね。国土強靭化っていうことで国が予算をつけて電柱を地面に埋めませんか。ここかなり田舎の方なんで、市町村にやらしてたんでは予算つかないかと思うので、国がやりゃいいですよね、公共事業として。大きな台風が来た時に電柱が倒れたりとかしたら、まあ停電するっていうのもそうなんですけど、危ないですからね、埋めれるもんなら埋めてほしいですよね。まもなく、船津インターです。バンタン道、バンタン連絡有料道路ですね。バンタン連絡有料道路、船津インターが目の前でございます。左からインターにも桜があって綺麗ですよね。であるとか、病気を患っておられる抵抗力の弱い方はかなり死んでおられます。お亡くなりになってます。世界中での感染者今現在100万人を超えました。そして、死者もね、何万人かなってますね。今世界中でいうと死者も10万人ぐらいは出てるんじゃないでしょうか、全部足すとね。
なのでお花見とか行ってる場合じゃないんですよね、この4月は。はい、とりあえず船津インターバンタンド乗りました。かなりこの辺り田舎の方なんでというか、バカにして申し訳ないんですけれども、マナー悪かったですよね、今の信号ね。行けないんだったら道塞いでまで出てくるなよと、なぜ止まって道を譲れないのかみたいな、田舎の方何も考えてないのかなぐらいの感じしましたね。まあ大変マナーの悪いというか、知らないのかな交通ルールみたいな、そんな感じがしました。はい、13キロポスト姫路ジャンクションまで13キロです。これ南に向かって走っております。和田山の方から、姫路の海の方に向かって走っております。まあ、海までは出ません。姫路ジャンクション、姫路東の、姫路東と別所の間ぐらいですかね、姫路ジャンクションというのがあります。そこで国道2号線バイパス、姫路バイパスに接続いたします。制限速度80キロですね。 12.3 キロポスト、姫路市街出口というすごい名前、トボリやね。2キロ、山陽道が5キロ、ちょっとその先読めませんでした、すみません。そこもなんとかカツラスチールかなんかいう会社も、あれ桜綺麗ね、会社で花火ができるかなみたいな。うわーすごいいっぱい植わってるね、満開ですね。この辺り姫路の市街とまた違いまして、ちょっと山の方に向かって北側に10キロほど来てる場所なんで、若干寒いのかなと、ね、国道2号の辺りから比べると気温が3度とか違うんじゃないでしょうか、5度とか3度とか。なのでまだ桜もつぼみが硬いとかいうことでなく、もう満開は満開なんですけれども、ここから先南に下っていくと満開を過ぎてちょっと散りかけのやつもありますので、この辺の桜が今一番見頃かなと思いました。ちょっと道路運転してまして、はい、10.9 キロポストです。南向きです。姫路ジャンクション向き、姫路バイパス向きです。万端連絡有料道路、制限速度80キロです。まもなくトボリの出口、トボリ出口、トホリですね、トホリ、ユニコですね。成田さんどこにでもあるな、姫路にもあるんか。はい、トホリ出口、こちらは入り口もおそらくありますので、トホリインター出口ですね。喋らなくなるかと思います、ごめんなさい。はい、一旦では切らせていただきましょうかね。豊富パーキングです。豊富パーキング
先ほどの戸堀は入り口なかったっぽいですね。戸堀インターとお伝えしましたけども、訂正しておきます。戸堀出口ですね。どうやって、おー、やってた時もあるじゃないか。キースジャガーです。2020年4月5日日曜日、万端連絡有料道路走っておりました。南向きです。姫路ジャンクション向き、現在地豊臣パーキングエリア AD 山崎でパンを4つも衝動買いしてしまいました。では行きましょうか。買うことなかったか、790円かかりましたね。ちょうどね、ホットドッグはちょっと我慢したんですよ。あとお目当ての塩バターロールは売ってませんでした。こんな田舎の客がめったに来ないようなパーキングでもちゃんと焼きたてパン置いてくれてるんやな、すごいな。採算合わなそうな感じするけどね。コンビニに客が来ないというよりは、こんなところパーキングなかなかたくさんというか車が来ないですからね。あんまりまばらにしか。はい、すいません。山陽道に分岐がこちらですね。山陽道の分岐 7.3 キロポスト、姫路ジャンクションまであと7キロほどです。10時20分になりました。新しいルート、豊臣のインターですね。豊臣インター、豊臣インターから、今山陽道と書いてましたのは山陽姫路東につながるようですね。万端連絡有料道路南向き、姫路ジャンクション向きです。制限速度80キロです。桜がまた綺麗かと。あの花と桜のコラボですね。いいですね。制限速度80キロです。まもなく花田インター、花田インターです。花田は帰り道も料金所ありますね。おそらくね、本線料金所がございます。姫路ジャンクションまで残り6キロほどです。道路がガタガタだ。はい、ここで皆様に悲しいお知らせが、しばらくちょっとパンかじらせていただきます。ごめんなさい。温めていただいたので、温かいうちにかじりたいので、ね、道路のご案内をせずにパンかじらせていただきます。4つも買ってしまったんだよね。衝動買いにも程があるわって。そんなお腹いっぱいまで食べなくても、まだあと一発走らんといかんのでね、まだ帰れないんで、休憩してる場合でもないんでみたいな。まあ800円も払うんだら定食かなんか食べれたねみたいな。パンだけで800円も使うなよみたいな感じするんですけれども、まあいいでしょう。まあね、とんかつ定食とかあんなの食べた方が良かったかなみたいな気もしますが、はい、4.9 キロポストです。姫路ジャンクションまで5キロを切りました。はい、花田本線料金所を越えて、ここからまた制限速度80キロに戻ります。わー、綺麗だ。左側はね、カメラは生話しか映ってなかったかもしれんけど、その下に桜がわーっと咲いてましたね今。よかったよかった。はい、すいません。80キロの道路なんですが、前の軽トラが65ぐらいで走ってますね。かなり迷惑ですね。で、抜きに行くとスピード上げられて結局並んで抜けないみたいなことになるかなみたいな。80キロやぞみたいなことなんですけども、ちょっとダメだね、これ。
まったので抜きに行きます。これでアクセル踏んで追い越し妨害しますと一応交通違反です。はい、スピード変えることなくそのままノロノロ走っていただいたと出ましたと。煽り運転も違反なんですが、ノロノロ走って追いつかれて追い越しに来てるの分かっててアクセル踏んでしまったら追い越し妨害は交通違反です。6000円ぐらい行かれるかと思います。2点ぐらい引かれるのかな。その辺はちょっと確かなこと言いませんけど、はい、3.2 キロポストです。もう姫路ジャンクションまであと 2.4 キロぐらいですかね。姫路ジャンクションから姫路バイパスに入ります。その時またごちゃごちゃ言います。ちょっとパンかじります。あ、そうだ、これ初めてなんですよね。新商品かな。チーズなんとかですね。油ベタベタやけどうまいな。これチーズなんとかっていう170円ぐらいのやつですね。
もなく高砂西出口です。高砂西出口出たらすぐにあの JR 曽根駅があるようですね。左手に曽根駅、右手が名機幹線国道255線になってますね。右手南側が名機幹線255、左手北側が国道2号かと思います。あとね、カーナビの地図でもちょっと確認は、国道2号は特に取れてないんですけど、さらに西川姫路寄りなのが加古川西です。ソーセージドーナツを食うかフィッシュなんとかを食うか、まあ、どっちにしても脂っこいんですけどもね。脂っこいやつばっかり買ってしまったな。はい、加古川西出口10時32分75.8 キロポスト。
ごく下手ですね。
東インターの入り口になります。10時38分、69キロポストになります。加古川東インター入り口です。カーナビで見ますと、右手南側に東加古川駅というのがございました。また看板読み忘れた、ごめんなさい。パン4つ買いましたけど、2つで落ち着きましたね。美味しかったな。4つ食べようと思ったら食べれんことないんですけれども、まだこれで帰れるわけじゃないので、後に温存しておきたいと思います。また積みに行って、積み終わって次出発するときでも食べようかな。泊まってゆっくりしてる暇はございません。なので800円使わないなら定食食えばよかったなみたいな話も、まあまあ泊まってる暇がありません。まばらなのと、まあ、車の台数自体が少ないので事故もおそらくなく、このままスムーズに走らせてもらえるかなという気はしてます。まあ平日ですと、まあ何かしら一日中どっかで事故してるなみたいな、そういう道路です。67キロポスト、10時40分になりました。西出口まで1キロですね。まもなく加古川バイパス終点ですね。明石西から、第二神明道路に変わります。 66.6 キロポスト超えました。新名道路入りました。制限速度ここから70キロです。すいませんね、また看板読み忘れました。 23.6 キロポスト、約24キロですね。阪神高速3号神戸線月見山のあたりまで約24キロとなっております。
情報出ておりません。日曜日の朝10時43分なので、まあ車が少ないのかなというのが一つと、あと2020年4月5日日曜日本日時点で世界的に伝染病が蔓延しております。それで世界で100万人をついに感染者が100万人を超えてしまいまして、まあ、死亡者数もおそらく10万人までまだ達してないのかもしれないですけれども、例えばイタリアでは12万人を超える方が感染されておって、もう死者も1万人を超えております。その次にスペインが多いのかな、8000ぐらいやと思います。あ、イタリアかな。じゃあイタリアは今言ったか12万で1万で、スペインが多くて、その次フランスですね。でその次にアメリカです。ただ感染者数自体はアメリカが一番多いんじゃないでしょうか。死亡者数はね、アメリカ2000人ぐらいなんですけれども、感染者数はやたらと多いんですよ。そして今回の新型コロナウイルス発信源の原因の場所となっております中国ですよね。中国も当然感染者数多いですし、死亡者数も大変多いです。ただ死亡者数の数だけを見るとそんなに多くないのかなみたいな、そんな風に騙されがちなんですが、中国政府の発表はちょっと鵜呑みにできないんですよね。さっさと収束宣言をされたかなぐらいの感じなんですけれども、中国は感染者はかなりいるけれども死亡者が少ない。アメリカと同じようなことですけれども、なぜかと言いますと、おそらくですけれども、あれちゃんとした発表してなくて、死体をすぐ焼いてしまってわからないようにしてるっていう噂がありますよね。だから新型コロナで死亡された方いっぱいいるんですが、焼いて灰にして分からなくしてるみたいな、そういう噂がございます。はい、まず一つ目の出口、大久保インター出口です。大久保インター出口 19.5km ポスト10時46分、大久保インター入り口 19.4km ポスト、大久保インターから 1km ほど行きますと、明石サービスエリアがございます。浜松まで4km、伊川谷まで7km、神戸まで29km です。19km ポスト超えました。サービスエリアの入り口、そしてすぐにこちらに出口合流となっております。10時47分、18キロポスト、第二神明道路東行き神戸方面行き、制限速度70キロです。現在地点は明石市の大久保町ですね。多摩津インターが2キロ先にございますが、多摩津インターあたりは明石市ではなく神戸市西区になりますね。あ、もうこっからですね。はい、看板見えてまいりました。ここから神戸市です。長井谷ジャンクションまで6キロ、
ガラガラなんで、快調に進んでおりますが、普段はもうこの辺り渋滞して止まってることが少なくはありません。平日なんかはもうこの田松出口を先頭に3キロ4キロ場合によっては明石西の料金所あたりまでつながっていることもございます。16キロポストですから明石西あたりまで約8キロくらいあるんですが、田松を先頭に明石西くらいまで、なんやったら加古川バイパスの方まで伸びて10何キロ渋滞とか、結構そういう渋滞をする場所です。日本標準時四五線東経135度、13.5 キロポストあたりですね。135度超えました。三河谷ジャンクションまであと1キロです。三河谷出口もそちらの方でございます。西海峡大橋、阪神高速7号、北神戸線、山陽道など、三河谷ジャンクションの方に行ってください。垂水ジャンクション、長井谷ジャンクション、第二神明北線も三河谷ジャンクション左に折れて出て行って、分岐がね、かなりややこしいんですよ。まあそちらの方に行かれる際はかなり下調べちゃんとされてから行かれるようにしてください。三河谷ジャンクションです。 12.4 キロポスト10時52分です。この神戸市のこの西区かな、この辺り山の中であっちこっちでもうジャンクションになってて、すごく分岐ややこしいんですよね。調べずにカーナビもなしにっていうのはちょっと無理かと思います。下調べされてルートを組み立てた後でカーナビを当てにして走ってもらった方がいいかと思います。カーナビだけで行くとちょっとスムーズにはいかないかもしれないですね。ちょっとややこしいです、山の中でね。
500メートルほどで大倉谷インターです。10キロポスト。この途半車線一旦なくなります。一旦なくなってすぐに大倉谷インター出口となります。途半車線そのまま行けるのかなと思ってずっと左にいたら道路なくなりますんで。はい、ここからです。大倉谷インター出口 9.6 キロポスト10時54分です。はい、すぐに大倉谷インター入り口ございます。 9.3 キロポストですね。10時54分です。よくあのカーブのところで警察が隠れてスピード違反になっている場合がございます。お待ちください。はい、高丸インターまであと2キロですね。この辺り長い下り坂ときつい上り坂と連続しますので速度の出過ぎとか速度低下ご注意ください。すごいなあれ、ハの字が。妙谷の出口がございます。妙谷のパーキングもあります。このきつい下り終わりますと今度はしばらく長い上りが続きます。出口と妙谷パーキングです。出口出られる方はパーキング利用になれないかな。パーキング利用になった後に、出口出られないかと思います。ご注意ください。ガラッガラやな。日曜日トラック止まってないともうほとんど利用者いないですね。パーキングからの合流 と、ここのジャンクション、ね、
明石海峡大橋の合流とか山陽道の合流とかそういうのがあるかと思います。2020年4月5日日曜日、本日現在は左ルート全線通行止めとなっております。この先トンネルが右ルート左ルートあるんですけれども、何ヶ月か前までは右ルートが塞がってたんですけども、今は右ルートを開通しまして左ルートを工事しております。いつ終わるのかちょっと分かりませんが、左ルートのトンネル通れませんので、まあ、ご注意くださいということもないですね。別に注意しようがしまいが通れないものは通れません。はい、反対車線高丸のパーキングでございます。こっちは結構止まってるんでね、トラック。はい、スマ料金所、注意していただきたいのが、5号湾岸線への乗り継ぎ券を須磨料金所で発行いたしております。もしね、マヤで降りて住吉浜の方へ5号湾岸線乗り継ぎされる方は、こちらの料金所もかなり手前なんですけれども、この料金所を越えてからまだ20キロぐらい走らないといけないと思うんですが、忘れずに乗り継ぎ券発行をお願いしてください。マヤ出口にはね、乗り継ぎ券発行書なかったと思いますので、かなり手前なんで全然気が早い話なんで、乗り継ぎ券を利用される方はコロッと忘れるかと思うんですが、ご注意ください。ここで発行しないとスムーズにいかないかもしれません。阪神高速5号湾岸線への乗り継ぎ券発行書です。はい、スパ料金所超えました。スパ料金所超えたので、もう実質的にはここから先阪神高速3号神戸線なんですけれども、まだこの辺り 1.5 キロポスト、ここから先 の月見山トンネル230メーターぐらい の短いトンネルがあるんですが、あれを越えて月見山料金所の手前ぐらいまでに0キロポストがございます。今のところ第二神明道路です。まだ、はい、制限速度この辺り50キロです。急カーブ急勾配です。ご注意ください。制限速度50キロ、月見山トンネル230メーター、0.8 キロポストです。0.5 キロポスト、残り 500m で第二神明道路の終点となります。そのまま終点過ぎますと阪神高速3号神戸線に入ります。はい、終点0キロポストです。こちら0キロです。11時2分になりました。左手は、阪神高速3号神戸線はじめの入り口、月見山入り口です。阪神高速3号神戸線東行き大阪方面行きとなってます。制限速度この辺り50キロかな。若宮の連続したカーブ越えますと60キロになるかと思います。でその後はもう全線60キロかと思います。ちょっとこの月見山を越えて若宮の手前のこのカーブ、連続カーブが結構カーブきついっていうのと、まあ事故が多いんですよね。ボーッと飛ばして下り坂で勢いよくここ突っ込んできてしまうと曲がり損ねて事故というのが結構あるみたいです。ご注意ください。この右カーブ左カーブ、この連続カーブのために制限速度50キロになっております。また 50分くらいの動画になってしまった。
間弱ですね。はい、若宮の東行き入り口です。若宮入り口です。制限速度、はい、この先60キロです。ここから60キロになります。11時4分になりました。港川インターまであと2キロほどですね。空いてるんだか混んでるんだかみたいな感じですね。3号神戸線はこの先あの大阪までずっと制限速度60キロです。この先ね、柳原とかあの辺りは右からの合流であったり出口が右側になったりするのでご注意ください。ちゃんと下調べしてから行った方がいいかと思います。私はこの港川でおりますので、そろそろ動画聞きます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。失礼いたします。ありがとうございました。